北海道のマヒアニ漁場は一般に釧路沖とか道東沖と呼ばれており、襟裳岬から納沙布岬に囲まれた海域です。巻き網漁業は探索船と網船の両船でスキャニングソナーを使い魚の群れを探し出します。魚群を発見するとレッコボートと呼ばれる小型船を魚の群れの近くの海に下ろし、網船は深さ約150メートルの網を投網しながら全速力で魚群を取り囲みます。ぐるりと円を描いてボートの持っている網の先端を受け取ると、海の上に浮かんでいるアバと呼ばれている部分と網の下にあたるカンワイヤーと呼ばれる重りの部分を機械で巻き取ります。これで海の中の網が大きな袋になり、魚は逃げ出すことはできなくなるのです。漁場では第1回目の投網が開始されました。網船から深さ150メートルの長方形の巾着網が送り出されていきます。全長1350メートル、網の大きな輪が完成して魚群は取り囲まれました。投網が終わると1時間半から2時間に及ぶ養網作業が始まります。魚群を取り囲んだ網船は網の下にあるカンワイヤーを機械でゆっくり巻き上げ、次第に網裾を絞り、魚が網底から逃げるのを防ぎます。また海の上に浮いているアバと呼ばれている網の部分をパワーブロック養網機で巻き取り、網を小さく絞っていきます。網を巻き取り始めてから1時間半、網船の右舷に運搬船が近づき、魚の水揚げの準備が始まります。この頃になると網の中の魚が海面を通して見えてきます。一網の漁獲量はイワシの場合5、60トンから1000トン程度の間です。このように巻き網漁業はイワシ、サバなど海面近くを泳ぐ魚を取るのに適しているのです。網の中では逃げ道を失ったイワシが右往左往。いよいよ水揚げです。運搬船はタモを使って網の中の魚をすくい上げます。まさに一網打尽とはこのような様子を表現した言葉なのかもしれません。船上では魚の鮮度を保つため砕氷を混ぜながら冷却装置の整った漁槽にイワシを積み込みます。全国でも有数の規模と水揚げ高を誇る釧路施設復興魚揚げ場、
イワシを満載して寄港した運搬船は直ちに一船ごと競り落とされ、待ち構えていたトラックにどんどんと積み込まれていきます。初日の水揚げは幸先よく、1船団で平均600トン、全船で1万4000トン余りの水揚げとなりました。しかし日本を襲った円高の影響で、キロ当たりの平均単価は昭和60年の3分の2程度の10円前後という魚価安で取引されました。